にはフェイスブックのメッセンジャーみたいなことがなるパキンですね、ね。もう今回からパッキン日比野というね、うん、そういうニックネームがつきそうなぐらいな。さあ上空からの映像、やっぱりアングラー日比野選手か。でも大江選手も負けじとですね、アングルもですけどね、踏みっぷりがいいんですよ ね、 ね、はい。まあ、でも両者、はい、良い走りでしたよ。はい、大江選手も本当にメキメキとその力つけてますよね。あ、はい、東洋のキャプとグッドライドのキャプの少年たち、東洋対グッドライドがここありますね、はい、はい。しかし戦えばグッドライド同士ですが、さあ戻っていきます。そして大江選手が先行に回り、後追いに日比野。今回ね、はい、大江選手がね乗れてますよね、うん、あの今までより一番乗れてるように見えますね、うん、で車の雰囲気とかギア比とかも合ってるような感じがします、はい、最近僕が見てる中では一番は今日は調子が良そうに見えますけれども、はい、さあその大江選手が先行に回ります。ここはもう思いっきり先行、いい走りを見せてほしいですね。さあスタートしました。その右サイドに見せているところから、さあ飛び出してくる。アウトゾーン1つ目から振り返し、さあ後追いの日比野選手、ここは距離感を見計らってスーッと今アウトゾーン3つ目立ち上がってきました。うん、いい走り、素晴らしい、両者ともダーリープレーです。上手だね。この大江選手の走りもいいですし、はい、日比野のこのね引き出しの多さもすごいですね、うん。いや本当に大江選手ちゃんと前の車に、ね、ピタッと合わせてその角度とか走りを、はい、彼って絶対ねぶつけないんですよ、はい、日比野選手って手は、はい、彼が他の人に当ててるの見たことがない、ほぼ。うん、そのあたり の、 その距離感であったり、そしてその引き出しの多さと言いますけどね。さあこの両者どうでしょう。ジャッジは今回は予選まあ23番手だったんですが、ここまでは予選11番手というスゴーラウンド昨年あったんですが、大江選手、まあ、でも谷口さんおっしゃるようにですね、大江選手今回は合ってるんじゃないかというね、その走りめきめきと腕前をつけている。そしてもうベテランと言ってもいいでしょう、日比野哲也選手、キャプテンデンマー、この若手との戦い、さあどちらに軍配が上がるのか。さあ結果が出るようですよ。勝ち上がればマッドマイク選手、さあ左側に日比野選手、右側に大江選手、ジャッジは日比野選手、ワンモアタイム。そしてうん、もう一名は日比野選手にジャッジがチェックしました。この対戦勝ち上がったのは哲也、日比野、ゲッツ・ザ・ウィン。一人はワンモアタイムでしたね。そうですね、そうですね。あのね、うん、この舞台裏をちょっとあの、はい、バラすとですね、うんうん、審査員同士別に相談せずに、はい、各々が思ったジャッジを、はい、入力しているので、はい、まあ、たまに今あの複雑な時は3人でこう話するとこありますけど、うん、はい、基本はもう全然もうその3人の審査員が思ったことをピッとこう、はい、ボタンを押し当てるので、はい、まあ、これ舞台裏ですね。舞台裏、はい、舞台裏、はいはい、がその中でも1人はワンモアタイムを出したんですが、2人が日比野選手にチェックを受けたということ。でもね、わずかな差だと思いますよ。そうですよね、はい、選手もいい走りを見せてくれましたよね、はい、ちょっとこれから期待です。さあ勝ち上がって日比野選手はマドマイク選手ということになりました。次のベスト8での対戦です。さあ続いて夏選手対するは増山渉選手という対戦です。先行の星にこれ逆に見えるね、なんか目が後追いになった選手。さあスタートしました。おっと離れちゃったぞ、ちょっとタイミング合わなかったが、ゾーン1つ目繰り返してゾーン2つ目、さあイクリスから夏選手が攻め上げることができるのか。うーん、ちょっとその距離感は縮まらず、最初のタイミングが息が合わなかったですね、夏選手、はい。でもね、あそこはね本当に難しいんですよ、こうだね、選手によって加速の仕方、振る場所、振り方バラバラなんで、はい、でマシン次第でエンジンのトルクだったりギア比、はい、あのファイナルのいくつを選んでるか何速出してるかってところがみんなバラバラなので、はい、あの100ワールの走り方はみんな個々でバラバラだと思うんで、うん、そこをね合わせるのはなかなかタイミングずれるのが当たり前的なところあるんですよ、はい、そこをいかに懐広くというか、うん、幅広く対応できるギア比にセッティングしておくかというところがすごく大事な話だと何かの本に書いてありました。今日もやっぱり本が出てくるんですね、はい。さあということで、まずは松山選手の先行、そして後追いのこの今シーズン、まあ、開幕戦からですねエントリーネームはあったんですが、そのマシンが届かずということで、この第3戦の富士ラウンドから姿を、その走りを見せてくれています。今夏選手は松山がここから振るかなと思ったところで、はい、モーションかけようと思ったら、あ、まだ振らないのかいっていう感じでしたね。うんうんうん、そのタイミングの違いという、うん、で一瞬振り遅れ、あの羊毛目と発生させる場所が違って、うんうん、出遅れた感じでしたよね、うん。女子がめっちゃおるやんけ、多くなりましたね、はい、画面にぎゅうぎゅうないか、はい。7名です、はい、また今視聴率が今、はい、あのね、絶賛視聴率アップ中ですね、はい、7名です、かけ7ですから、はい、はいはい、さあ入れ替わってます。夏選手がその先行のスターティングボックス、そして後追いには増山渉選手です。さあここでスタートです。さあ、タキセが生きているその右ジェンゾーンから飛び込
組のところのこれもタイミングが悪かったぞ、今ちょっと距離が出ている増山選手が置いていかれている感じでしょうか。ゾーン1つから2つ目振り返していた、そしてインクリップ、ここからぐーっと増山選手が夏選手のそのサイドに足を届けるんですが、ちょっと夏選手が走りが決まってなかったですね、あの大雑把にバンバンと振って距離合わないサイドで伸ばしてみたいな感じでしたね。サーリープレイです。ここで振り返して、ここでちょっと厳しいからもう一回サイド引いてみたいな、ね、感じで、本当はもっと2発目でズバッとケツを出してアクセル踏んでいきたかったんでしょうけど、はい、そうできずにサイドでこの後振り返した後にサイド引いて、ここでもう一回引いてみたいな感じですね。さあ、増山選手、この合わせ込みはどうですか。前がちょっといろいろとね、あの決まらない走りをしてましたが、そこに対してあんまり動じず、いきましたね。そうですね、逆にこう攻めている感じが出ていますけども、さあゾーン1つ目から2つ目のところ、今あの、ね、増山の後追いが1回ゾーン1から2のところでまっすぐ気味になってないかという疑惑が、あ、本当だ、1回戻って引いて出してますね。おや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 ですか。これはあの、あ、この人はこういうミス、この人はこういうミス、果たして、はい、どうなるでしょう。さあそのあたり今ジャッジの中でですね、ここなんじゃないの、ここはどうなのという話が今きっと展開されていると思います。さあ、あ、この FPV の映像が届いていません。ここかな、あ、一瞬あるようですがどうでしょうか。もう一度リプレイが流れていますが、さあ再生はどうでしょう。もちろんこの対戦は初めての両者の対戦でした。さあ結果が出たようです。左側に増山選手、右側には那須選手です。さあジャッジは那須選手、那須選手、那須選手、ジャッジ3名は那須選手にチェックを入れました。この対戦勝ち上がったのは那須選手、ゲッツザウィン。おお、日本に来てなかなか勝ち残んでますよ。これでベスト8です、那須選手。さあ先ほどのワンマさん、フォア選手 VS ケングシ選手です。まずはフォア選手の先行、そして後追いのケングシ選手。さあ谷口選手、おかわりの1回目です、はいはい、ありがとうございます。さあスタートしました。あ、これしくじった、ケングシ、ちょっとケングシ選手が今タイミングを逸したような感じ。あ、後半者もしくじった。あ、後輩選手も今ゾーン1つ目から2つ目、それぞれが今なかなかちょっと厄介なことになっている。そうですね、今ね、ケングシが思いっきりタイミングしくじってから大きく離れちゃったんですけど、はい、小橋がゾーン1のゼブラに乗ったところで横プリッと向きすぎて、はい、このここで横向きすぎてもう届かないことになっちゃったんですね、はい、むちゃくちゃサイドゴン引きしてますけど、はい、これはやっちゃったーって今高い声で言ってるどうでしょうね。高い声なんですね、はい、きっと低い声じゃないと思います。高い声でやっちゃったーって言ってると思うんですよ。やっちゃったーなんですね、はい。まあ、ケング選手も本当にこのきっかけのところではあらって思ったんですけども、逆に、ケンは逆に、あの巻き舌でラッキーしてると思う巻き舌なんですね、さあそのシーンで飛び出しからここで待ちしたいですね。そう、いやいや、こうして、はい、あの無理くりになったでしょ、はい、でここの立ち上がった時に、はい、最初離された時にやっばしくじってミスったと思ってるじゃないですか、はい、でもこのフィニッシュを超えた時にラッキーって言ったんですよさあその巻き舌でラッキー、そして入れ替わります。ケング選手が先行、追走の、後追いの、小林選手。さてチーム福島ピンチ、あ、さあ動きました。早くもそのドリフト状態に持ち込んで先行のケング選手、近い近い、さあ飛び込んでくるゾーン1つ目、で振り返ってゾーン1つ目、ビタビタにやってきている。さあワインクリップの立ち上がり、攻めていく、攻め上げていく、小橋選手、ケング選手もいい先行、いい追走ですね、いい追走ですね、いい追走なんだけどどうなるんでしょうね。さあまずはリプレイだってね、これね、ここも、はい、今この主観だけで言うと、はい、ケング氏が勝ちそうじゃないですか、はい、だけど、ドライに先行のこの人が何点、後追いのこの人が何点っていうと、ケング氏も1本目、まあ、でも0点じゃないかって遅れただけだから、はい、となると小橋がちょっとあのかなり1本目の点が低いから、そうですね、やっぱケング氏なのかな。ケング氏たちの先行もいい走り、うん、この2本目だけで見たら両者いいじゃないですか、そうですよね、だからね、まあ、それでいくと、ないですね、先行で言ったらケング氏が、先行同士だったらケング氏が勝ちだし、後追い同士でいくと、さあまたリプレイですね、まあ、やはりケングシっぽいですよね。先行は先行、後追いは後追いでね、ジャッジが見ていきますから、さあそのあたりが左側に小林選手、右側にケング選手、ジャッジはケング選手、ケング選手、ケング選手、3名のジャッジはケング選手にチェックを入れました。この対戦勝ち上がったのはケングシ、ゲッツザウィン、ワンモアで対戦決まりました。ケング選手勝ち上がりです。あら、この女子たちの出番が終わっちゃった、
なジャンネンです。ジャンネン、ジャンネン、ジャンネン。さあということで、さあもう一つ対戦が、そう、先行のポジションには山下浩一選手、チャンプです。アドウィには山中真央選手が今入っています。さあスタートしました。さあチャンプ山下浩一選手の先行、さあ飛び出してくる、アウトゾーン一つ目、繰り返し飛び出してくる、そしてインクリップの立ち上がりだ。さあ真央選手がどうだ、手で上げてくることができるのか。やっぱねここら辺から山下浩一選手気合入ってますよね、うん、いい走りです、はい、さあ後追いの真央選手はどうでしょうか。距離感はいい感じ持ってはいると思うんですけども、少しちょっとねラインが小さめだって言われそうなとこ知ってますよね、うん、ゾーン1も2も外まで使えてないので、さあその1はまだ1、2がね、2がちょっと小さいのかなっていうところ言われそうですよね、はい、とはいえまあそんなに大きな差じゃないんで、はい、まだまだどっちが勝つとかわからないレベルですね、はい、本当にスタートして100Rの両者が振ったところ次第では、はい、いかようにでもなっちゃうんで、まださあ、なんか大丈夫ですか。いろんなチーム代表っぽい人がなんかフリフリしてますけど、はい、代表が自ら、はい、応援ボードを持ってということになっております。さあそのマオオというボードをですね持っていた、あの代表だったんですけども、そのマオ山中真央選手が今先行のポジション、そして入れ替わっているチャンプ山下浩一選手が後追いのポジションに今入りました。さあまだわからない、本当にいい戦いを見れることでしょう。立ち上がれば先ほどの夏選手です。スタートしました。結構離れた。さあ飛び出してくる、まずはゾーン1つ目、そしてチャンスからどうだ、後追いに回っています。ゾーン2つ、いやでも距離感は、拍手が起こっております。ちょっとね両者のリズムが合わなかった一本になりましたね、追走としてはこの飛び出し、そうですね、このインクリップからのところ、さあどうでしょうか。さあこういうね近い映像もきっといいと思いますね。この映像かっこいいね、タイヤが飛び散ってるのよく見えますよね。あ、本当ですね、ちぎれ飛んでいるって感じ。おっと、さあこのゾーン3つ目、インクリップの立ち上がり、これ山下選手のゾーン4が小さいっていうところ言われますかね、はい、後追いのね、後追いの、そうですね、後追いの山下選手の立ち上がるラインが外に全く膨らめてないじゃないですか、はいはい、これが上からの派遣機ではすごく映ってましたね。はい、ミサ派遣機、ミサ派遣機。さあ上から行くかな、行くかな。いや両者のこのランはランツそれぞれの先行後追いのねシーンを一つの画面で見ているこのジャッジが最低、さあどうでしょうか。FPV のこれがかなり再びこの映像です。さあ間もなくジャッジその裁定がどうでしょう。ん、まだ待っていかれますね、はい、さあ両者の戦い、左側に山下浩一選手、右側に山中真央選手、ワンモアタイム、真央選手、そしてもう一本真央選手、ジャッジは2名、山中真央選手チェックを入れました。この対戦勝ち上がったのは真央、山中、ゲッツザウィン。歓声が上がりましたね。歓声が上がりましたね。きっとこの辺ですね。まあそこでしょうね。はい、間違いなく。はい。はい、いやー、やはりあそこ画面、この画面左下にね、風間のおじちゃんがちょっとしてますね。あ、もうちょっと左下、もうちょっと左下に風間のおじちゃんがね、スポットやってるんですよ。ほら、はいはいはい。あ、ほらほら。あ、オッケーっていうね。マオのスポットは風間のおじちゃんがやってます。見て、ガラケーだぜ、ガラケー。いつの電話だよ。今のはね、あの勝負はやっぱり、はい、山下選手の、はい、ゾーン4へ膨らんでいくところのラインが小さいところが一番言われている感じですね。そうですよね、はい、どうしてもあそこはね見られてしまうところですよね。さあということでこの対戦は山中真央選手が勝ち上がって、対戦相手は夏選手ということになりました。これでベスト8が決定ということになりました。草場選手対するは高橋克実選手、そばきり高大選手対するはケング選手、マドマイク選手に日比野選手、そして夏選手に今の山中真央選手というベスト8。さあこの後またまた楽しみな対戦が続きます。一旦コマーシャルです。新のカーボンベゼル、
Bluetooth 搭載 G-SHOCK カシオ。 The brightness called brilliant blinding and vivid Valentine。究極の静かさと安全性、オンロードオフロード世界中で活躍するケンダ、その信頼を支える静音性安定性と耐摩耗性、世界が認めた技術と信頼を待ち望んで、高品質と納得の価格、タイヤのポテンシャルをあなたにケンダ。バリのタイヤ、Guys, it's Ray Goswell, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. EO RSR Ichiban.In a world of extremes, this is where they're refined. The real deal. Cusco. 伝統と革新、オグラクラッチのテクノロジーを凝縮、チャンピオンを取るためのクラッチ、オグラレーシングクラッチ ORC。2023 G-SHOCK プレゼンツフォーミュラードリフトジャパンラウンド3、ここ富士スピードウェイよりお届けしております。さあいよいよここからはグレート8、ベスト8は決まり、これから対戦が間もなく始まってまいります。引き続き谷口信輝さん、そして今村洋一さん、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします、はい、あまり喋ってませんけどすいません。そうですね、なかなか喋りや、はい、谷口くんがいれば大丈夫かなと思ってあとはお願いします。台本通り喋ってくればいいんで今日は。そうなん、僕本当、はい、ね、はい、皆さん勘違いしてる。何を勘違いしてるんですか。僕がね、言いたい放題言ってると思うんでしょうけど、はい、思ってます。僕は、はい、準備された台本通り喋ってるだけです台本通りですね、一語一句、はい、足が全て台本通り喋ってるだけなので、はい、そうですよね、僕が言いたい放題言ってるだけ言うわけじゃないんです。ではないですからね、はい、ということで、はい、本当にいつも間違えずに読んでいただいてありがとうございます。僕ね、自身の YouTube チャンネル、ノブチャンネルってやってるんですよ。コマーシャルがありますか。
あのぜひ、ね、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。最近の上がってるとよね、おとといね、はい、昨日か、はい、昨日の朝、はい、あの過去のチャンピオンたちが集って、はい、あのキャッ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 やってるやつね、結構回ってるよね、結構回ってるね、ここまでが台本通りですから、はい、そこまでは、はい、ここからは本番入っていきます。はい、申し訳ない、いよいよ最初に始まってまいります。ありがとうございます。さあ、まずは